ジャスティン・リチャード・タウルズは、アメリカ合衆国テキサス州、クロズビー出身のプロ野球選手。現在は、MLB のテキサス・レンジャースの参加に所属している。2002年6月4日、オークランドアスレチックスから32巡目で、ドラフト指名を受けるがこれを拒否、契約には至らず。2003年6月3日、再び、オークランドアスレチックスから23巡目で、 ドラフト指名を受けるが、またもや拒否。2004年6月7日、ヒューストンアストロズから20巡目で、ドラフト指名を受け、6月16日3度目にして、契約成立。この年から、ルーキー級でプレーを始める。2006年、A 級で81試合、打率。317、出塁率。382オプス、973盗塁という。 ハイレベルな数字を叩き出し、サウスアトランティックリーグのオールスターに出場。ベースボールアメリカ史が選ぶ A 級のオールスターにも選出された。2007年は AAAA AA にステップアップ。トータルで100試合、打率。287、出塁率39。393オプス、8414盗塁と着実に成長を遂げ、7月8日。 フューチャーズゲームに出場した。9月4日、メジャー初昇格。翌9月5日、配色濃厚なワンサイドゲームだったこともあり、8回表、シホランスバークマンの打席で代打として登場。メジャーデビューは1打数無安打に終わったが、9月20日の、第セントルイスカージュナルス戦では4打数4安打、8打点、2四球、6出塁、3得点と打棒炸裂。 わずか14試合の出場に止まったものの、優れた数字を上げ、来期に望みを繋いだ。2008年2月22日、1年間の契約延長が成立。2011年オフにアストロズを解雇された。2011年12月15日にミネソタツインズとマイナー契約を結ぶ。2012年は参加トリプル a のロチェスターレッドウィングスでプレーした。 2012年12月19日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結ぶ。2013年3月24日に解雇され、29日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。3カトリプル A アルバカーキアイソトープスへ移動した。しかし、怪我の影響で4試合にしか出場することができなかった。2014年は独立リーグアトランティックリーグの ブリッジポートブルーフィッシュに所属。2014年8月26日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結ぶ。マイナー4年間の通算成績は、打率301、出塁率389オプス860。加えて、スピードを合わせ持つ。ベースボールアメリカ史の有望株リストでは、2008年版53位にランクされている新鋭。 チーム内では1位になっており、ベストディフェンジブキャッチャーに選ばれるだけの攻守もある。守備機会は少なかったが、盗塁阻止率500をマークした。ありがとうございます。